ちゃん。足だよ。今日足だよ。はい。今日ねご飯ね食べようね。はい。いただきます。はい。今日はご飯の量を多くしてみたのと、初めてねふりかけしてみます。ひなとくん。カツオのふりかけ混ぜたの。はい、あー。何急にたの？おうおう。パパマンに買ったの。カツオのふりかけのご飯と、かぼちゃのスープと、何だっけ、俺、いちごバナナです。ねえ、これ。すごい。うん、すごいね。はい、みなちゃん。お。うん、ごめん、ちょっと多く入れすぎたか。何気に走るの？全部捨てる。うん、すごい、ジャンプ力高くなったね。どうして？おお。すごいじゃん。はい、みなちゃんも食べようね。すごい。うん、おいしい。ね、みんな食べようね。ジャンプ高くなったね。今日からね、3回食だからいっぱい食べれるかな。朝は少なかったからね。はい、みんな、うーん、食欲爆発。なんかね、ご飯リズムよく食べててね、どんどんこうな3回食とかになってくると、どんどん消化機能が増えてお腹減りやすくなるらしい。そう、だからすんごいお腹減りやすくなってるんだよ。すんごいお腹減るもんね。3回食になると、ね、大変だよ。大変だね。早くみなとが自分で食べれる、自分で食べれるなんだ。いつだっけ？だいぶ先だ。だいぶ先かな。でも手づかみ食べできればって感じだけど、全部手づかみ食べにもできないしね。どうなんだろうな。ほなちゃんね、1歳半には普通に食べれた気はするけど、いつからだったっけって。1歳頃を目安にそのための練習を始めるといいでしょう。はい、まだまだだね。あ、みんな食べないの？うん、おいしいね。まあ、スプーン自体に興味は持ってるから、もう早ければもうやってもいいかもしれないけど、まあ、さすがに早すぎる。多分ね、始めるといいけど辛そう。親指と親指で物を掴むようになるのは生後10から12ヶ月頃と言われてる。じゃあ早いんじゃない？最後。はい、みなちゃん。うん、すごい。すごいジャンプ。うん。元気だね。はい、うん。はい。おお。みなちゃん、集中してください。ね、なんかさ、潜るよみたいなことを毎回かがむよって言ってる。みんな、あ、もう一回かがむ。みなちゃんがさ、集中力が今日は弱いよ。みんな、みなちゃん、出てきた？みんな、みんな、わあ、終わっちゃった。あれかな、いつもお昼は食べないから、なんかお腹減ってないのかな。あむー、うに、食べましょうね。うん、うん、食べる？ちょん、ちょんちょん。すごい。すごい。
違うの？大丈夫？見て、うん、見て、これガジってる、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 これやったらチーズだ、うん、ひなちゃんも気になるね、パクパク食べてんの？いや食べてはいるけど気になっちゃってたり集中してませんね今日。ひなと、ひなと手で離してあげな、ひなと、ひなと、ひなちゃん、はい、すごい、くんくんにしたい、くんくんにしたい、匂い、匂い、はい、いい匂いだって、みなとくんのご飯、みなと、匂い、匂いかか、君まで食べないのか、みなちくん、みなちくんまで食べないのか、パパもクンクンしてた、クンクンだって、あ、違うの、それ、匂い、最低。はい、みんなちゃん、匂い、食べようよ、匂い、匂い、はい、はい、食べるよ、元気ですね、元気はいいんだけど、食べてよ、わけが嫌いなのかな、確かにね、クリーム系とかのが食べがいい気がするよ、はい、ひなと、うん、どちらかというとね、みんな、みんな、みなちゃんが一緒に出ても食べる。これやるよ。何やるの？これ。これやる。みなちゃん。みなちゃん。みなちゃん。これ。みなちゃん落ちたんだ。おー、偉いね、いっぱい食べんね。
みんなちゃん。意外ともうちょっとだからさ、頑張ろう。集中ね、集中力切れてるよ。パパ電話しない？電話しないよ。パパお仕事？うん。みなちゃん。パパね、電話しようってことだと思う、それ。みんな、なんで横向いてんの？止めてるからさ、止めてるからギリギリ平気だけど、君力強いのよ。はい。見えないよ、すべてが見えないよ。9ヶ月からのカツオのふりかけだよ。好きじゃなかったな。おぉ、なんかすごい塗ったくちゃった。通じない。はい。ご飯は終わったね。通じない。ここもなんかもうすごいじゃん、ここ。すごいね、これ。うわ。うわ。もうさ、いやじゃん、ブーチなんや。姉ちゃんも。タイミング難しいね、お昼のご飯の時間。多分ね、そこまではお腹減ってないんだろうね、きっとね。朝少なかったけどさ、今日さ、意外と変な時間にミルクがっつり飲んでるじゃん。だからかな。って思ってんの、集中力が薄いの。そうかな、みなちゃん。はい、みな。みな。はい。あらみんな、はい、みんな、もう今日やめとこっか。どうしようね。食べる。食べさせなくてみたいな。食べられないから。
なんかやめとこうかって言ったら、食べるけどって顔された。ほんのと同じパターンか。あ、でも全然食べてるじゃん。あ、すごい食べてるよ。なんかもう、あとこれ何？バナナ。それだったら食べれるじゃない。だよねって思った。だからね、今頑張ってもらった。あー、テベ食べたわね。後でちょっとしっかり拭かなきゃ。ちょっと拭くぐらいじゃ無理かな。はい、ミラちゃん、バナナリンゴ。はい、あー、甘いよ。美味しいよね、デザートね。うん、やっぱなんかね、結構ね、好きなものは集中して食べるね。うん、美味しい。うん、いいね。はいはい。うんまって言った。いいね。うんまって言った。はい。本当にちょっとだけど。はい。これで終わり。あ、完食じゃん。すごいね。今日ちょっとね、量増やしたのに食べれたね。やったね。わー、パチパチパチ。やった。僕いっぱい食べたよ。イエーイ。僕いっぱい食べたよ。肉肉だね。可愛い歯もちゃんと見えてますね。また食べようね。